せーの、噂。よし、よっしゃ、決まりましたね、今日も。よっしゃ、ねえ、ほんまに。よっしゃ、よし、どうも、二条店店長田中です。本物です。よろしくお願いします。お願いします。今日は二条店のいつも頑張ってくれる、照れてる、噛みましたね、すいませんあのいつも頑張ってくれてる宇野くんの髪の毛をちょっとカットしていくんですけど、まあルーストのスタッフみんな大得意ですけど、僕もちょっと一番売りにしているマッシュスタイルを解説しながらちょっとカットしていきたいかなと思います。ちょっとこだわってるセニングのやり方とかもちょっと言いながら、こうなんで束噛んでるかっていうのもちょっと解説しながら、宇野くんの髪の毛をちょっと丸ごとにしていきます。えぐっていうことでちょっと早速切っていきます。宇野くんの、まあ、髪型からしたら、まずすごく髪の毛柔らかい。で、ハイダメージも気になってるんで、あと結構アイロンされるんで、ダメージ結構きてるんで、そのダメージもあんま出ないように、アイロンもしやすいようにカットしていきます。じゃあちょっと早速、バリカンからちょっと入れていきますね。後ろあんま繋げん方がいい？繋げる方がいい？ちょっと浮いてる方がいい？そうですね。オッケー。お願いします。どうでしょうか？うわぁ、えぐい手。えぐい手。やるなら本気でやりたいですね。あー、やっていい？はい、いいっすよ。前髪2センチにしてみよう。あー、絶対いい。なんでだ、僕のかっこいいが潰れちゃうから。いやいや、ほんまにこれコメントあれですよ。いや、前髪2センチにすると視野広がるよ。あー、でも僕サッカーやってたんで。へー、めちゃめちゃ視野広がる。ほんま？マジっす。人生の視野もう広いっすね、いかないです。将来どうなるの？将来ですか？他はショートさんみたいな、こういい男の子に、男の子に。バカにしろよ。いや、してないっすよ。ちょっとしろやる。全然してないっす。うちもかっこいいよ。当然ですわ。うちバリカン入れてるし、ちょっと聞こうかな。入社してどう？バリカン入れてるから聞く。うん、入社してどう？いや、楽しいですね、やっぱり。ま、はい。高2ぐらいの後半にこのルーストっていうのが、まあ、学生の頃出会って、いや、もう全然違うっすね、やっぱり。全然ちゃうって、やっぱ比べるとあれなんですけど、うん、やっぱ一番息が抜けるというか。息が抜ける。はい。なんていうんですかね、居心地かなりいいっすよね。あ、居心地がいい。はい。なんかこう、他のサロンとか行って、やっぱこう、だんまりしちゃうっていうか、逆に気使って気まずくなっちゃうみたいなのが多かったんですけど、僕、まあ、喋るの好きやったんで、今喋ってくれるんで。あんま俺と喋ってくれないの？いや、そうですね、ショートさん、うん、僕とあんま会ってなかったんで。そういうこと、はい、そういうこと結構冗談で言ってんけど、そういうことやな。お客さんの時は俺あんま会ってないもんな。会ってないですね、うん、僕よくこの二条店来てたんですけど、うん、多分ね、ったもん。そうですね、うん、まあ、花園店店長の松井メンディ店長よく喋りかけてくれました、ね、あ、嫌いやった。いや、全然、ただいつもボケが同じやな。どうも、関口メンディーです。もうそのまま言うてましたね。えぐいてぃ！何こんな、でもね、はしゃげるサロンさん、なかなかですよ。はしゃげるだけじゃないけど。まあ、そうですね。まあ、はしゃげるだけじゃダメだけど。やっぱ、お客さん巻き込んで楽しく。折れたらいいなとはあるけど、そっか、まあ、楽しんで働いてくれてると。いや、めちゃめちゃ楽しいっすね。いや、これどういう動画っつって、ほんまね、どういう動画に、もう解説、別にしてないっけ。いやいや、解説しすると思うやんって思うやん、はい、今からやっとベースだったやから、やっと仕事来て、やっと今回動画の話さなければいけないところ来ました。